こんばんは。今日は2022年2月24日木曜日です。今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます。今 Discord の方に人が来たけど、Discord、あそこ聞こえてないのか。占いのご依頼ですか？はい、そうです。今聞こえ YouTube ますでか？ライブ配信中ですが、いいですか？はい。全世界に公開されてるんですが、大丈夫ですか？まあ、じゃあ一応 YouTube の公開占いということでお話をお伺いしますが、とりあえずお名前を教えてください。ロシアの石油や天然ガKH ス、で住民関す。連への強い制裁は、KH？ インフレに苦しむ、じゃあ米今、国内に響く YouTube でチャッかトで書いた人と同許じさ人れる。ですか？はい、そうです。はい、KH さんで。じゃあ年齢と性別とお住まいも教えてください。年齢は3、正確に言った方がいいんですかね。何十代とかじゃなくて。もちろん適当でいいですよ。嘘でもいいし。ロシアを訪問し要た。は公開されてる公開占いなので、本気でやる必要もないしね。内容は嘘でも何でも構わないです。要は遊びなので、これは。とりあえず、まあ、自分の言いたいように、何十代でもいいし、性格に言ってもいいし、全然嘘でも何でも構わないですよ。そしてこちらは30代。はい、30代。なんか、微妙に雑音が聞こえてくるんだけど、それは、ライブすい配ま信のせん。音が聞こえてきたりするわけ？それともテレビか何かつけてるとか？テレビですね。テレビは消しておきましょすいません。う。入ってきちゃうので、音が。30代の、性別は？女性です。女性。お住まいはどちらですか？は九州です。九州、はい。はい。はい、じゃあ今日は何を占いますか？バレンタインにチョコレートを渡した人の気持ちがどうなのか聞けますか？返事がないので、はい。何とも困ってます。バレンタインにチョコレートを渡した人の気持ちを占いたいってこと？返事がないというか、まあ、要はその、チョコレートを受け取ったことに対する気持ちってことね。まあ、じゃあその人の名前も教えてください。RN さん。R？ RN RM さん？さん。NN。LMN の N？ M じゃなくて N。そんな真剣に考える必要ないんだけど、RN でいいんですか？で、同じく、年齢、性別、お住まいを教えてください。男性で、関西の人。何歳？関西。あ、関西？ 今3歳か何かって言った。はごめんなさい。年齢は？年齢は20代後半ぐらい。年齢は分かんないですけど、本当は。20代後半ということでいいですか？はい。で、まあ、九州、関西で離れてるようだけど、普段はどういう関係なんですか？まあ、普段というか今までの関係は。普段は、元趣味仲間でブロックされています。SNS アカウント。
でもメールアドレスは知ってたので、メールでチョコレートをプレゼントしたつんですけど、返事はなかったです。メールでチョコレートって何？その、メールで送れるメールもあるの？ネットを通して、プレゼントできるサイトがあるんですよね。名前出していいけど分かんないんですけど。そこのアドレスを送って、アドレスとメッセージを送りました。つまり、まあ、私が勝手に話を組み立てると、まあ、例えとしてね、Amazon みたいな通販サイト、実際に物を売ってるサイトみたいなのがあって、そこでチョコレートを買って、プレゼント用として購入をして、で、Amazon でラッピングをしてもらって、この人にプレゼントしますっていう設定をして、で、メールアドレスで送信することで、受け取った相手はメールでその、Amazon の、アドレス、Amazon の URL かなんかをクリックするとその商品を受け取ることができるみたいな、そういうこと？そうですね。アマゾンではまあないけど、そういうことでいいわけね、大体。大事ですね。いや、私は、まあ、ちゃんと確認しておきたいのは、ちゃんと物が届くそういうサービスなのか、その LINE のスタンプみたいにチョコレートの笑顔届くだけとかね。そういうものなのかという、そういう区別だけど。物を送ったものを、サイトに住所とかの情報を登録して、取り寄せるってタイプの、なんで、画像ではないですね。要はちゃんとして物が届くってことね。で、そのサイトはまあ相手が別に登録してる必要はないわけでしょ？メールアドレスさえ分かってれば。ちょっとごめんなさい。用事が入ったので、ごめんなさい。なんです今か？回、ちょっと、用事が入ったのでごめんなさい。すみません。それ終わりにするってことは待ってくださいってことはどっち？終わりにしてください。ごめんなさい。じゃあ終わりにします。すみません。すみません。もし別にも。構わないですよ。まあ中断ということで。まあ話がちょっと変な話だったので突っ込んで聞きたかったけどね。何 ですか？またやりますか？すいません。用事終わったんで。お願いします。戻ってきたってことは続きをやるってことですか？お願いします。じゃあ話を戻して、メールのあれなんかでチョコレートを実際プレ送っゼたっンていうト。話を聞いてたんだね。そうです。確か。で、それはそれでよしとして、問題はそっちの趣味仲間、元趣味仲間で、ブロックされたとかいうわけのわかんないことを言ってたけど、まあ、そう、詳しく説明してください。詳しくですか？まあ、どこまで聞くかは、私はよくは聞いていいかわかんないので、話せるところを全部自分で判断して話してください。最初は仲良かったんですけど、いろいろトラブルがあって、私が失礼な言動をしてしまったので、相手が怒って無視されるようになって、あれから一昨年の秋ぐらいに SNS アカウントを、つながっているアカウントをブロックされました。自分が悪いんですけど。その、いや、グループというか、元その趣味仲間ってどういう趣味なの？創作とだけ。創作。もうちょっと言えないですか？それ以上言えないんだったら別に構わないけど、私は知りたいの聞きますが。
あ、はい。創作、はい。料理とか、あるいは彫刻とか絵画とか、まあ、そんな感じです。大きなもので言うんだったら、建築とはかい。いろいろあるけど、あるいは、ああ、はい。どのくらいの規模のものなの？要は。規模というか、具体的に言うとまずいもの？別に言ってもまずくないんだったら言ってもらってもいいと思うけど。具体的に言うのはまずいものですね。ごめんなさい。身バレすると。まあ、絵や漫画とだけ。まあ、そう言うとほとんどわかるよね。まあ、そうです 同人ね。か何かってことでしょ？はまあ、要は、そんな別に身バレするような話じゃないよ、そんなのね。言って大丈夫そうね。で要すは、か。趣味で、ね。まあ、同人誌の小説を書いてるとか、漫画とか書いてるとか、イラストを書いてるとか、要はそういう類のグループであれば、まあ、漫画とかイラストとか小説っていうジャンルを言うぐらいは全然、それを言ったって誰も特定なんかできるわけないんだから。そのレベルぐらいまで言える範囲で言うと、どのぐらいの？ 規模ですか？いえ、創作あ、してるはい、もすの、いません。内容だけど。内容は、まあ、漫画とかですね。はい、漫画ね。はい、はい。まあ、でも、ものすいごくや。その人気のあるジャンルは、いろんなね、もうそれこそ無数の人やってるわけだ。そのね、漫画なんか。誰がやってるかなんてことはわかるわけないね。で、身近なことなので、特別なことでも何でもないし。漫画の、まあ、漫画を描いてる、いわゆる同人というか、そういう趣味仲間ってことだよね。ですね。元ですね。元。で、まあその、どういう、まあ、そのやってる内容別として、そのコミュニケーションの仕方というか、普段のその趣味の楽しみ方とかそういうものだけど、要は、まあ、近くに住んでるんだったら、それこそ同じ部屋の中で、同じなんとか教室っていうね、漫画教室みたいなとこ行って一緒に書いてね、こうやって、まあ技術をとかそういうね、いろんなことを教え合ったりするとか、そういうようなことをしてるような、ね、そういう教室が本当にあったりしてやってたのか、それともネット上でただやり取りをしてるだけで、まあ、作品を見せ合ったりとか、展示したりとか、そういう、あるいはそういう情報を交換して、同人誌を作ったりだとか、そのイベントやなんかを、まあ、参加したり、企画したりとか、そういうようなことやるとか、まあそういういろいろあると思うけど、どんな感まあ、じの、ネット上で公開して感想を言い合う感じでしたね。それちゃんとしたそういうサークルみたいなのがあるってこと？サークルではなかったです。例えば、その、匿名で集まるような掲示板でたまたまこう知り合ってとか、あるいは SNS ってもうちょっとこう、その密なコミュニケーションができる場所があるとか、ですね。はい。どっちなの？ いろいろ言ったけど。まあ、ネット上なので、コミュニティ関係で知り合って、それで作品お互い作って感想を言い合って、褒め合ったりとかしてましたね。それ誰かが主はい。催するそういうグループがあるってこと？それとも主催はなかったです。なんか自分たちで自主的に自由にやっていた感じです。例えばそういう、同人誌を発行するような、そういう機関みたいなものがあるとか、SNS のグループ、まあ LINE のグループとかでもそうだし、そういうグループみたいなものがあったりして、そういうのに参加していろいろコミュニケーションしているっていう、そういうものなのか。まあ、オンライン上でのコミュニケーションです。掲示板みたいなものってこと？まあ、
掲示板ではなかったけど、メールでのやりとりとか、コメントでのやりとりとか。ですね。なので、まあ、想像するのは、まあ、まあ、わかるかどうかわかんないけど、ミクシーのコミュニティというか、そういうようなものってこと？まあ、そうですね。はい。はい。まあ、じゃあそういうことにしときますが。はい。そういうところで、まあ、はい、別に匿名というわけでなく、ちゃんと相手の名前がわかってコミュニケーションしてるところでね。あ、匿名でした。あ、匿名というか、ちゃんとハンドルネームあるわけでしょ？そうですね。はい。この人って、今さっき RN とか言ったけど、そういうちゃんとした名前があって、はい。まあお互いコミュニケーションを取ってると。はい。で、ブロックされた一昨年の秋っていうことは、まあ2年ぐらい経ってるってことでしょ？そうですね。それ以来一切コミュニケーションを取ってないってこと？コミュニケーションは一方的なコミュニケーションだけしか取れなかったです。相手は徹底的に無視してました。一昨年の秋っていうと、去年の秋が、まだ半年も経ってない、半年ぐらいだとして、まあ、1年半ぐらいってことは、2年も経ってないのか。そうですね。はい、まあ一方的にメッセージ送ったりはするけど、返事は来ないってことね。はい。まあじゃあ、ほとんど音信不通の状態、無視されてる状態、ブロックされてる状態。そのブロックされてるっていうのは、もともとその何で繋がってたってことなの？そのブロックされてるのは。SNS ですね。その集まりの中ではなくて、個別集の、まりの中じゃないけど、個別で個別の LINE とかですね。Facebook とかの SNS がブロックされてるってことね。そうですね。はい。で、その、いわゆるそのサークル的なものは、いまだに参加してるわけ？サークルではないですね。個人でやってる感じです。その集まりね、趣味の集まり。うん、まあ、趣味の集まりっちゃ集まりですね。そこははっきりしてないと話がまとまらないんだけあ、ど、そうなんで今、すか。その趣味の掲示板みたいなの趣味があるわけでしょ？の、コミュニティあ、そうでが。す。掲示板ですね。はい。はい。そこには未だに参加してるわけ？相手の方は参加してないですね。私が出張ってるもんだから。でも、1年半ぐらいはその RN さんの姿を見ないってことね、掲示板では。そうですね。じゃあ相手が何をしてるかも全然わからないってことね。わからないです。そんで、まあじゃあ、一応、まあだいぶ前のことからだけど、一応触れとくと、その、ブロックされた原因になるようなことってのはどんなことだったわけ？私の失言です。失言ってのは？私が、ですね、お相手の誕生日に、まあ、ささやかなプレゼントをしたんですけど、それで、向こうのお相手の方が、お礼に何かできれば、できればっていうか、お礼何かしましょうかって言われたときに、私が、コロナ禍が終わったら、食事行きませんかって言ったら、それで、無視されるようになりました。あ、そう、無視、スイッチ、間違えました。食事、あ、ごめんなさい。食事行き、コロナ禍が終わったら食事行きませんかって話をした後で、相手が丁重に断ってきて、
それで、私がいろいろ悩んでいて、会えないということは縁がなかったんですねっていう失言をやってしまったものだから、相手が怒ったかどうかわからないけど、多分怒って、それから無視されるようになりました。なるほど。まあ、失言と言える程度のことかよくわかんないけど、ダダをこねたってことね。まあ、断そうられなるんて。でしょう。断られたってこと？どういうこと？まあ、要は、もう一回整理すると、RN さんの誕生日に何かプレゼントしたってこと？そうですね。プレゼントをして、そのついでに、コロナ禍が明けたら、お食事行きませんかって言ったってこと？そうです。じゃあ、こんな長引くとは思わなかったけど。そうやって言ったけども、その RN さんの方から、丁重に断られたと。断られたので、まあ、じゃあ今回そういう縁がないんだったらどうのこうのって言ってダダをこねたってことね。そうです。言い方としては今回こ、まあこう、今回のせっかくのご縁が断られたってことは今後も縁がないということなんでしょうねみたいな、そういうこと？ そうですね。まあ、要はそういうふうにダダをこねて、今すぐ行きたいみたいなことを含んで言ったわけで、ってことね。そうですね。まあ、今すぐっていうか、まあ、その、まあ、OK の返事をもらいたかったと。そうですね。まあ、それが原因かどうかはよくわからないけど、それからブロックされたってことね。そうですね。その前にちょっと私も仕事とかでへこむ出来事とかあったんで、SNS に浮上しなかった時期があったんですけど、それも相まってブロック、まあ、相まってじゃないけど、そうじゃないかな。あと、またメールとか送ったんですけど、それも無視されて、まあ、問題は、まあ、ある意味、その単純ではないというか、まあ、根が深いような、そういう話ではあるけど、まあ、今日の質問は、バレンタインチョコレートを渡したけれども、それをどう思ってるかっていう、まあ、その一部を切り取った質問になるわけだけど、そういうことでいいの？要は私がそうやってそういう言い方をしたってことは、つまり、そもそも、バレンタインチョコレートをどう思うか以前の問題が大きいって話だよね、本当はね。普段からまあ、まだこう交流があって、普通にお友達付き合いをしていて、で、今回バレンタインっていうイベントで何か送ったら、そういう気持ちに変化があったかどうかっていうのを、まあね、知りたいっていうのは、まあ普通の考え方だけど、例えば今今回の場合だと、もともと相手はこちらをシャットアウトしてるわけだよね。まあ壁を作って閉ざしている状態で、そういう状態で何かチョコレートを受け取ったことで、何か変わるかっていうと、変わらなまあ、かったですね。ないだろうなって気はするけどね。ですね。まあ、なんだろう。バレンタインは、まあ、全世界で行われてるか、まあ、日本特有かもわかんないけど、そういう、まあ、なんていうか、季節のイベントでしかなくて、まあ、そこで、一応、まあ、最近では男女問わずもなってきたけど、一応女性が男性に、まあ、愛の告白をするっていう名目のイベントだけどね。まあ、愛の告白とも言わずとも、まあ、お世話になってる
お礼をするとか、そういう、もうちょっと軽い、ライトな意味合いも含んでったりするというか、まあ、最近はそっちの方が一般的かもしれないけど、うん、まあ、お中元とかそういうのに近くなってきてるわけだよね。うん、はい、で、そういうものを送られてきて、はい、急に、こう、ただそれだけで、はい、壁がなくなるかとか、気持ちがこう、許してもらえるのかっていうと、そういう動機にはなりづらい、はい、なりにくいとは思うんだけど。なので、要はそこでチョコレート渡すだけじゃなくて、もちろんメッセージとして何か、はい、そのね、相手に何か、ちゃんと伝えるべきことを伝えたその結果として何 か変化はないかっていうんだったらまだわかるけど。でもただ、はい、まあ、その時に特、まあ、よほど特別なことをしたらっていう前提だよね。それまでも一方的にメッセージを送っていたっていうんだったら、その延長であまり変化はなさ、はい、ないだろうなって気はするけど、要はそのバレンタインで何か、はい、まあ、決め手となるような特別なことをしたりしたわけ？いいえ、マイナスのことばっかりしてました。バレンタインの時にも？バレンタインの時というか、それ以外で、うん、じゃあそれ以外のことも一応話聞いとくけど、マイナスなことってのはどんなことしてきたわけ？そうですね、あんまり言うと、いろいろありました。やっぱりはっきり言った方がいいですかね。別にはっきり言う必要はないよ。だから、まあ、トラブルを起こしました。トラブルは実際起きてんの？だからさっき言ってた一方的メッセージを送るだけだったらトラブル起きないよね。そうですね。うん、例えば、まあ、ブロックされてるかどういうふうに送ったか知らないけど、はい、どういうふうにブロックされてるのを送ったってことはどういうこと？別アカウントからコンタクトを取ろうとして、うん、それでも無視無視されましたね。まあ、じゃあコミュニケーションもその取ろうとしたけど結局は取れてないってことでしょ？そうですね、うん、はい、ならばなおのことだけど、はい、はい、まあこれは、だから私の勝手な、まあね、個人的な推測も入るけど、はい、チョコレート送られてきたらムカつくんじゃない、はい、その流れで言ったらね、なんとなく。もうね、こっちとしてはもう、ブロックしてまでね、拒絶してるのに、はい、てかそれは意思表示だよね。はい、それで、チョコレート送ってきて、嬉しいとは思わないと思うんだよね。はい、また送ってきたかってね、こう、はい、ドーンと、こうね、はい、頭に角が生えて、ね、ムカつくだけじゃないかっていう気もするんだけど、はい、まあこれは勝手な私の推測だよ。別に占いとか関係ないし、ね、直感とか霊感とか一切関係ないよ。はい、私の個人的な感、はいね、考えに過ぎないけど。はい、まあ普通に考えて。だから、そのバレンタインで、少しでもね、その相手のこう気持ちをこう開くための何らかの一手を打ったっていうんだったら、はい、今回占ってね、はい、結果を知りたいってわかるよ。このね、なんか、はいはい、こんなことやったので、もしかしたら気持ち開いてくれるんじゃないかなとかね、変化あるんじゃないかなっていう期待があって占ったらね、はい。それがなくて、ただチョコレート送っただけっていうだと、はい、まあ期待は薄いんじゃないかと思うんだけど、どうですか？そうなんですね。私が浅はかでした。それはその通りだね。はい。だから送る前にむしろ占うべきだよ、そんなのね。送る前にどうしたらいいですか、うん、なんかいい方法ないですか、はい、要は、まあ、バレンタイン関係なしにね、はい、どうしたら、その相手の心を開いて、ね、はい、うまくこう、コミュニケーション取れるようになりますかとかって、はい、そういうことを考えて、占った方がよっぽど意味のある占いができたよね。で今逆にそういう話もね、うん、バレンタインのことを今更こう見たって、まあ、もちろん自分で努力してね、はい、そのバレンタインの時にそれなりの一手を打ったなら、
もちろん今占っても、はい、意味はある、ね、結果が出てくるかもしれない。で、別に何か特別なことをしたわけじゃないんだったら、あんまり意味はないんじゃないかっていう気はする。はい、もちろんこれは私が勝手に思ってるだけで、占ってみなきゃわからないことでもあるよ。だから、はい、わからないことをどうしても今占ってみたいんだっていうんだったら、占ってもいいけど、はい、それで占いますか？要はこうやってね、前置きでいろいろ話すのは、ちゃんと自分で、自分の中でね、この占いにどんな意味があるかってことを確認しておいてほしいわけだよね。はい、何の意味もなく、ただカードめくって、結果聞いてね、安心したり、逆にね、はい、失望したりしても、大して意味はないんだよね。うん、で、その意味を、聞いたわけじゃないし。意味があるとしたら、そこにね、チョコレートを送ったけど、このチョコレートには自分にとっては特別な意味があるとかね。例えば、3年ぐらい前にね、こういうものを送って、そういうね、思い出のものを送ることで、自分の気持ちに気づいてほしいとか、そういうようなね、なんか特別な意味があるとか、あるいは物じゃなくて言葉でね、チョコレートと一緒に添える言葉の中に、相手の気持ちをここに開くための、今までは言えなかったことをちゃんと書いたとかね。なんかそういう特別な一手だよね。決め手の一手をなんか打ってるとしたら、はい、うん、まあ多少期待をしてもいいんじゃないかとは思うけど、それが効果的だったのか、あまり効果なかったのかとかね、まあそれぐらいのことはまあ考えられるんだけどね、まあ、そういう、そこまでじゃないけど、あくまでチョコレートを送ったことで何かね、こう気持ち変化があるかってことでだけで占いたいんだったら、それはそれでいいけど、自分でまずね、よく考えてください。ここまでは私の勝手なね、個人的な考え言ってるだけで、もしかしたらチョコレートを送るだけでもね、気持ちに変化はあるかもしれないよ。ね。うん、なので、その、KH さん自身が、このチョコレートを送ったことで、それなりにね、なんか、きっとなんか、いいことあるんじゃないかと思ってるんだったら、占ってみればいいし、はい、ただ送ったからなんかね、ただ送ったわけじゃなかったんですけど、どれぐらいの気持ちがこもってるかだよね、そこにね。はい。だそれを自分の中でよく考えてみて、そういう質問で占ってみるのは、占うことでいいのかどうか考えてみてください。どうですか。占ってもらいたいです。はい。まあ、じゃあ占いますよ、はい。ね、先ほど言った通り、はい、そういう遊びなので、はい、そういう質問で占ってみて、カードをめくってどんな結果が出るかってことをね、見て、あ、こんな結果だって言って、はい、楽しむものね、楽しんでくださいよ、占いをね。はい。お遊びなのね。はい。なのでどんな質問でも全然構わないわけ。ね、取るに足らない。はい、には私にとっては取るに足らない話だからね。そんなこと占っても何の意味ないでしょってぐらいの取るに足らない話。でも自分にとって意味があるんだったら占うことには意味があるし、ね。で、実際私がどう思おうが、カードをめくれば、カードはね、意味のあることは出してくれることもあるし、何でもない、何の意味もない答えが出る場合もあるけど、それはわかんないよね。まあ、そういうことも、ね、自分の中で受け止める。その覚悟というほどじゃないけど、そういうつもりで占いをしてもらったらいいと思うけど、いいですか、それで占って。はい。はい。はい、じゃあ占いますよ。はい。さて、お遊びといったところで、私は占いに手抜きをしたことがないのでちゃんとやりますが、はい、ちょっとお茶を飲んで喉を潤して、で、こっから先は途中で電話が入ってもこっち優先にしてください。全部無視してください。完全に占いのみに集中してください、はい、何があろうと、はいはい、さっきはまだ話の途中だったから別にいいやってなったけどね、こっからは私は本気にやるので、はい、ね、はい、遊びだけど本気です、私は。はい、まあ私というよりはね、この神秘的な空間、占いの空間を壊さないようにしてください。
ね、下手をすると呪われるので、ね。まあ、こっくりさんとか知ってますか？ね、こっくりさんとかも、ね、こう、こっくりさんを呼び出してね、こういろいろ聞いて、その後ね、適当にこう終わらせちゃうと、こっくりさんに呪われるわけだね。下手したら死人が出るわけです。それぐらい恐ろしいものだね。タロット占いもそれに近いものがあると考えていいと思います。うん、聞いたことあります。ね、あんまりこう、おろそかにしてしまうと、ね、その、はい、別にカードの神様がいるかどうか知らないけど、ね、そういう気持ちが自分自身に呪いをかけてしまうわけだよね。それで、はい、いろんな問題が起きてくる。そういうことにならないように、ね、真剣に向き合ってください。はい。はい、では、はい、占いをするためには3つの準備があります、ね、ここからだんだん魔術っぽくなってきますよ、こういうことやる占い師あまりいないと思うけどね本格的にやるので遊びだけどさっきから遊びを強調しておりますが、1つ目の準備はこれはすごく大事です。でさっきねはい、あえていろいろちゃんとどれぐらい前とかいろいろ考えたりしてね言ってたけどね半年や1年半ぐらい前だとかねいやそれぐらい前だとちょっと問題が出てくることなんだけれども、うん、相手の顔を今思い出してもらいます、うん、まあそもそも直接顔を見たことあるんですか？ないですそこも問題だね。うん、一度も会ったことがない人間にそれほど執着していること自体がおかしいからね。なぜ執着するかっていうと、自分の中で勝手に相手のイメージを作り上げちゃってるからだよね。相手の本当の姿を見てないから自分の中で作り上げちゃって、しかも相手はもうね、自分のとは全然違うこう、ね、自分の思ってもいない行動とか考え方をしてるのに、自分の中で作り上げた相手はそんなこと言うはずがないと。こんなこと思ってるはずがないと思い込んじゃうわけだよね。だから、相手にどん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 執着していってね、相手の言ってることも受け入れられなくなっちゃう。ね、もう自分が思った通りの、こういう人に違いないっていう思いにとらわれちゃうから、どんどん話がこじれてくるわけだよね。だから、会ってない相手の人と付き合う場合には、ものすごく慎重にしないと、問題が大きくなっていきます、はい。もうすでに問題たくさん起こしてるよね、はい、おそらく。そうですね。それが、その原因は合ってないからです。まあ、直接会わずとも、例えば、ね、ビデオ通話、まあ私ライブ配信やって顔見せてやってるけど、こうやって相手の顔を見ながら、コミュニケーション取るとかね。音声通話ぐらいやったことあるんですか？はい、ないですね。ね。ないです。声を聞いてれば、まだマシなんだよね、うん。顔は見えなくてもね。はい、まあ、はい、声と顔が見えたら本当はいいんだけど、でも、文字だけとかね、はい、漫画のコミュニケーションだとか、はい、まあ、おそらく文字だけのコミュニケーションだったと思うけど、そうです、ね。文字っていうのは、本当に妄想がね、膨らみすぎちゃう。はい、特に漫画なんか書いてる人は、そのイマジネーションを膨らませるのは仕事だから、ね。はい、ちょっとしたこう、文字のやりとりでも、そこを思いっきり膨らませて、映像を作り上げるわけでしょ。はい、妄想を作り上げるわけでしょ、うん、それが仕事でしょ。そうです。だからこそ余計に普通の人に以上にこうね思い込みが激しいのかもしれないけど、はい、ね、はい、文字が手がかりっていうのはすごく危険なことなんだよね、はい、そこに声が入ってくると、はい、相手はこんな声をする人なんだとかね、全然こう自分のこうイメージと全然違う、ね、ものが入ってくるわけでしょ、ね、はい、そうするとだんだんこう相手とのこうズレがね、こう修正されてくるわけね。直接声を聞くとか顔を見るとかね。はい。そういうことを一切やってないと、もう全部頭の中で作り上げるしかないわけだよね。はい、文字ってのもほぼ 100% 自分の頭の中で作り上げてる姿です。相手のことはね。はい。だから、それが、本当はそこがもう問題の最大のもう根本というかね。はい。すべての問題を生み出している原因がそこにあると言ってもいいぐらい。人間関係ではね。はい、で、はい、私今なんでこの話をしてるかというと、一つ目の準備として相手の顔を思い浮かべてもらうっていうね、一番大事なその作業が進まないわけ。はい、顔がわかんないと。はい。はい。まあだけど、一応ね、そういう人の場合は、
別のね、手段が一応いろいろあるわけだけど、SNS とかそういう、まあ、ネット上のコミュニティとかであれば、相手の顔写真が載ってる、プロフィールとかの顔写真でもいいし、あるいは SNS の投稿してる写真の中の顔でもいいし、そういうリアルの顔をね、出してないっていう人であれば、漫画描く人であれば、そういう漫画を描いてる、自画像に近いものだとか、ね、自分のことでなくても、その、ね、その人をイメージできる漫画のね、イメージだとか、そういう手がかりがあれば、それを視覚的なイメージとして、相手のね、手がかりとして利用することができます。なので、一番その人物、RA のさんに一番近いイメージはどこにありますか？SNS のアイコンですかね。アイコンはリアルな写真ですか？それともイラストか何か？イラストですね。一応自分のイメージとして本人が出しているものね。だと思います。SNS のアイコンってことは。はい。はい。はい、まあ、じゃあそれでいいです。ね。まあそれが、RN さんをイメージする視覚的なイメージということにします。それを今しっかりと頭の中に、ね、思い描いてください。思い出してください。はい。これは、要は自分が勝手に作り上げた相手の姿じゃなくて、ちゃんとした相手、相手が、まあ、本当の姿じゃないけど、自分ですよって出している姿だよね。はい、それは妄想とか想像じゃなくて、事実の一部と考えることもできるので、間違いのない手がかりですね。はい、だそういうことをちゃんと、頭の中に思い描いておくことが大事です。ね、こう妄想とかそうね、そういう想像との区別をするっていうかね、切り分けておくっていう作業の一つです。はい、これが一つ目の準備。ね、すごく大事な作業です。はい、で、二つ目は、はい、今から占うことを自分の言葉で正確に繰り返して言ってみてください。はい、ここまでまとめた話をもう一度自分でまとめ直して、はい、全てのね、こう、要素を含んで正確に言い直してみてください。何を占いますか？以前、SNS アカウントをブロックしてきた私の好きな人にチョコレートをあげた人の気持ちはどんなだったかを占ってください。その人の名前もちゃんと言ってください。はい、確認しているので、はい。チョコレートをあげた RN さんの気持ちを占ってください。はい。まあ、じゃあそれで占いましょう。はい、チョコレートをあげた RN さんの、まあ、まあ、チョコレートを受け取った時の気持ちってこと？はい。はい。はい。RNさんの気持ちを占うということにします。ね。今の質問をちゃんと言葉にするってことが二つ目の準備です。これが言霊というか、魔法で言うんだったら呪文になるわけです。ね、この呪文が、効果を発揮すればきちんとね、占い結果が出てくることになります。なので、これもすごく大事なことね。魔法を。魔法に効果をね、もたらすためには呪文が大事なので、はい、呪文を宣言したわけです。はい。そして三つ目は、まあ、この後でもう一回言いますが、今からタロットカードをシャッフルします。はい、かき混ぜる作業です、はいはい。使用するカード全部で78枚ありますが、このカードをかき混ぜている間に、デッキ。はい。先ほど準備した、RN さんのアイコンのイメージをしっかりと頭の中で思い出しながら、自分で今言葉にした質問内容を心の中でしっかりと念じ続けてください。私がシャッフルしてる間、ずっとね、そう念じ続けて、気持ちを集中してください。で、その思いがかき混ぜているタロットカードにしっかりと届けるようなつもりで、強く念じてください。ね、ここで雑念が入ったりすれば、その雑念も含んだ占い結果になってしまうので、はい、正確ではなくなります。はい。ね、はい、だ
雑念は入れないでください。はい、まあ、あえてそうやって言いますけどね。はい、まあ、一応、入れないように入れないようにって意識しちゃうと逆に雑念が入ってくるので、まあ、ここはそんなに硬くなる必要はなくて、はい、多少は雑念が入ってもいいぐらい。雑念が入ってくるのは実は自然なことでもあるので、それは多少構わないとして、あくまで占うことにはきちんと集中するっていう意識を持って、雑念が入ってきてもあんまり気にせず、これを占うんだってことだけを考えてください。ね、はい、で、そのシャッフルをする前に3つ目の準備として、今から深呼吸を3回ぐらいして気持ちを落ち着かせてください。はい、今こうして話してると、緊張して、気持ちが上がっていると思います。なので、その上がっている気持ちを下の方に下ろす作業、それが落ち着かせるということなので、深呼吸3回くらい、3回以上して、自分で気持ちが落ち着くなって思うまで何回でも深呼吸をして落ち着かせてください。最低3回です。ね、はい。で、私はいつもこうやって言ってて、一つ気づいたことがあるんですが、はい、深呼吸最低3回といっても、私が1回呼吸するぐらいの間に大体終わっちゃいます。はい。ね、それはみんな、ほとんどの人が呼吸が浅いというか、呼吸のスピードが速いのかどうなのかわかんないけど、はい。深呼吸なので、ゆっくりと慌てず、ね、急がず、ゆっくりと深呼吸を3回以上してください。はい。で、まあ、呼吸に意識を向けることで気持ちも落ち着いてくるはずなので、気持ちを落ち着かせて準備ができたら、準備できましたと言ってください。はい、それまで私は待ってますので、はい、じゃあ深呼吸3回以上してください。はい。はい、いいですか、準備。はい。はい、では、はい、今からシャッフルを始めます。はい、先ほど言ったように、はい、まあ、78枚のカードをテーブルの上でかき混ぜます。はい、では、シャッフル始めます。78枚のカードをかき混ぜるので、はい、ね、先ほど準備したように、RM さんの顔をしっかりとアイコンを思い出しながら質問を心の中で念じてください。では、行きます、はい。シャッフル始めます。はい、はい、シャッフルは終わりました。はい、はい、ありがとうございます。今かき混ぜたカードを一つにまとめて私の手の中に持っています。はい、このカードを今度は二つに分けます。はい、半分にカットします。はい、でカットするタイミングは、はい、KH さんにやってもらいますが、はい、このカットする作業も大事な意味があります。はい、先ほどのシャッフルは自分の思いをこのカードに伝えるという、はい、作業です。で、はい、カットするというのは、はい、まあ、この占いが自分のための占いだということを自分でね、意識できるようにするための作業です。まあ、自分で運命を切り開くとか、自分で運命を選択するとか、この占いに自分で責任を持つという意識を持つための作業です。はい。ね、はい、まあ、それをせずに勝手に私がやったりすると、ね、占った後で勝手にあなたがやったことでしょっていう、そういうね、感じになってしまうので、はい、まあ、そういう気持ちが少しでも出てこないようにするために、まあ、自分のね、思いを込めるための作業になります。はい、まあ、思いを込めるというか、まあ、運命にこうね、運命を自分で選択するという、そういうことです。自分の人生に向き合うというね、そういうことだけね。はい。で、やり方は、今から私がはいと合図をしたら、このカードを指で弾いてパラパラとめくっていきます。このパラパラとめくってる間、パラパラと音がしていますが、その間に適当なタイミングでストップと合図をしてください。そのタイミングでカードを半分にカットします。では、今から行きます。今の説明で分かりましたか？はい。はい、合図は、ストップでお願いします。ね、はい、かなり念を押してストップでって言っても、ストップと、はい、言わずにね、なんか、
違う言葉で合図をしたりする人が結構いますが、必ずストップと言ってください。これも呪文のようなものなので、この呪文を間違えると呪われちゃいますからね、気をつけてください。はい、呪われはしないけど、ちゃんとした結果にならないので。はい。はい、で、今からいきます。はい。はい。ストップ。まだですよ。あ、はい、すいません。私が、はいと言った後でストップだからね。言った直後だと、全然、ね、タイミングがおかしくなっちゃうのね。はい。だいたい真ん中辺だと思うあたりでストップと言ってください。はい。ね。このタイミング、今、はい、ちょっと間違えかけたけど。はい。ね。これ大事だからね。要は、こういうところでタイミングを間違えてしまうっていうのは、要は普段からね。自分がいつも間違った選択をしてるっていうことでもあるわけだよね。はい、なるほど。動くべき時に動かずに、違うタイミングある、ね、早すぎるタイミング、遅すぎるタイミングで動いてしまって失敗をするって、そういうことになるので。はい、なので、このカットっていうのは、その適切なタイミングを自分でしっかりと選び取るっていう意味もあるので、ね、それができない人は、ちゃんと運命をね、つかめないってことだよね。で、今、ね、失敗したのは、その運命を失敗したってことだね、掴むのね、はい。なので、まあ、一回目は仕方がない。まあ、仕方がなくはないんだけど、まだカットはしてないので、はい、もう一回やり直しが効きます。本当は効かないけどね、人生はね。はい、人生はやり直し効かないんですよ。ね、肝心なところだけど、はいね。はい。占いなので、やり直します。はい。はい、ね。もう一度説明しますよ。ね、さっき、二回ぐらい説明したけど、三回目ね。はい。私は結構くどいって言われるけど、くどいほど説明しないと間違えちゃうよね、やっぱりね。こうやってね。2回説明しても間違えるんだから。はい、もう一回言いますよ。はいと合図をしたら、はい、適当なタイミングで、ストップと合図をしてください。で、カード78枚しかないので、早すぎてもダメだけど、遅すぎても私の指をね、最後まで弾いて終わってしまうので、これはタイミングを逃すってことになるからね。遅すぎてもダメです。適切なタイミングはちょうどいいタイミング1回しかありません。そのタイミングね、しっかり自分で読んでストップと言ってください。はいはい、本当はね、画面がリアルタイミングこう 見れてたらいいけど、ライブ配信でタイムラグがあるので正確なタイミングにならないけどね。なので、目をつぶって心の中でだいたいこの辺だと思うところでストップと言ってください。いきますよ。はいはい、では、はい。はい。今何ですか？何て言いました？はい。私さっき念を押して、ストップと。すいません。ね。ね、だから言ったでしょ？ね。念を押してストップって言ってくださいっていつも言ってるのに、はい、違う言葉で言っちゃう人多いですよって私言ったんだけど、やっぱり違う言葉言っちゃいましたね。なんでそうなのかわかんないけど、はいとかね、今だとかね、ここでお願いしますとかそういうことじゃなくて、あくまでストップ。それ以外はダメです。はい、大事な呪文ですよ、ね。これをちゃんとできないと、やっぱりね、要はちゃんと運命の波に乗れないってことだから。ね、呪われるってところまでいかないけど、ね、ちゃんと自分で運命の波に乗ってね、自分の人生をつかめなくなっちゃうね。ね、自分らしい生き方ができなくなっちゃうってことだからね。そうならないように、ちゃんと自分で自分のね、人生責任を持って、自分で掴んでください、はいね。本当は最初に1回しかないんだけど、はい、3回目いきますよ。テイク3。はい、ね、もうこれが最後だね。ね、はい、仏の顔も3度巻いて、一応3回ぐらいまで許してくれるので、ね、はい、でもこれましくじったらもう本当にないからね。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、はい。ストップ。はい。今のタイミングでカードを半分にカットして、ここから、まあ一応ね、こうやってカードを私は見せてるわけです。リアルタイムにね、見えてないと思うけど、こうやって見せながらやるっていうのは、私は嘘をついてないってことをちゃんとね、証明するために見せながらやります。これもチャットとかだったら疑っちゃうでしょ？ね。チャットだけだったりね、音声だけだったりすると、どうしても疑っちゃう。はい、本当にあね、この占い師、嘘偽りなくカードめくってんのか分かんないって、そう思っちゃうかもしれないけどね。
だけど、こうやってビデオ通話でね、はい、ちゃんと見ながらやれば、まあ少なくとも、嘘をやってついてるわけじゃないってわかるから、少し安心できるわけでね。こういうことは大事でね。要は、相手の顔を見るとか、声を聞くっていうのはなぜ大事かっていうのは、こういう意味もあったりするわけだよね。嘘がない。ね、本当のことが見えてくる。そういうことだよね。はい。じゃあ、この1枚。まあ、今回は1枚占いのね、この1枚しかめくらないけど、この1枚で占い結果が決まります。今回の占い結果はこのカードです。はい。はい、出てきたカードは、はい、画面の方見えてますか ?10 秒ぐらい遅れて見えてくると思いますか、はい、どうですかね。ん?見えてますか?どうですか?見えてます。はい、まあ何のカードか分からなくても一応見えてればそれでいいです。こんなカード出ましたよってことで。はい。はい、名前私の方から言っておくと、一応カップのエース、カップのエース、逆位置に出ています、はい。これが今回の占い結果のカードです。はい、まあこれが一応今回の占い結果ということになるけれど、まずはカードに何が描かれているか、はい、見えたものを全部言ってみてください。あと、十字のコイン、カップ、4つの筋の水、パスの浮いた池か川、水滴、土手、雲のような服。何ですか最後言ったの。雲のような服。服。服。服を着てるわけ?と見えたんですけどね。はい。まあ、じゃあ、雲のような服ね。はい。手の人物の服、はい、着てる服ってことね。はい。で、川って言ったのは?川って言ったのは下の橋の浮いた池か川に見えました。どっちですか?どっちにしますか?池で、はい。川じゃなくて池ね。はい。まあ、ほぼ全てで揃ってると思うけど。で、まあ一応言ってたので突っ込んでおきますが、はい。水が4本とか言ってませんでした?はい。4本の筋みたいな感じで。はい。5本でしたね。4本でいいですか ?5 本にしますか?あ、4。5本で。その水はどういうふうに描かれてるわけ?上から下に降りた感じですね。うん、上ってのはどっから出てんの?上、カップから天に向かって、うん、天に向かって行こうとしてるけど、重力に負けて下に降りていっている感じがします。はい。まあ、それでいいでしょう。はい。はい、では、今から質問をします。はい、このカードを見て、最初に何を感じましたか?はい、冷たい水を。何ですか?冷たい感じですか?冷たい?冷たい。冷たい。冷たい。はい。それが最初に感じたことね。冷たいっていうのは。はい、はい。はい。うん。冷たいとしたら何が冷たいんですか?この絵の中の。水とカップだと思います。うん。水とカップも冷たいってこと?はい。はい。はい。まあいいでしょう、それで。では、はい、まあじゃあ占い結果としてね、答えていきますが。はい。質問は、RN さん、バレンタインにチョコレートを送って、はい、まあ、受け取って、RN さんが、それをどう思ってるかということです。で、まず、はい、今出てるのは小アルカナです、はい。小アルカナのうちのカップという種類のカードです。はい、小アルカナには4種類あります。一つは、ワンド、はい、ボーのカード。そして今出てるカップ。はい、剣、剣の剣、はいはい、そしてペンタクルスという4つの種類です。はい、で、はい、まあ、
この4つのうちどれが出るかによって、まあ、その時の気持ちの傾向がどの部分に、はい、まあ、強く出ているかということを判断することができます。はい、なので、はい、カップ以外のところも一応見ておきます。はい、もし、バンド、はい、棒のカードが出た場合には、活動性を表すシンボルなので、はい、うん、まあ、チョコレートを受け取ったことで、はい、ケイイチさんのことを、ケイイチさんに何かこう、リアクションをしなければならないというような意識が出てくる場合には、棒が出てきます。はい、まあ、今回はそれで棒ではないので、はい、まあ、返事をしようとか、はい、まあ、お礼をしようとか、そういうようなことがあれば棒なんだけど、はい、そういう気持ちはまだ出ていない。はい、それに対して、なんか受け取ったことに対して、行動を示すというようなことはないであろう。ないとは言い切れないけど、今回はそれが一番強く出てるわけではないということです。そして、カップは最後にして、剣、剣のカード。剣のカードが出た場合には、知性とか理性を表すわけだけど、まあ理性、まあ冷静な、まあね、理性みたいなものだけど、まあこの場合、まあ、今の状況から言って、もし剣の場合は、より、なんかこう、ブロックするというね、気持ちが強くなるというか、はい、心の壁が大きくなりそうだと。はい、要は、はい、まあ理性というか、まあ、感情的にブロックしてるっていう可能性もあるけど、要は、なんか理由がちゃんとあって、この人とはコミュニケーションを取らないという、はい、彼なりの判断をして、ブロックしてるわけだけど、はい、まあ、そういうような判断、理性みたいなものがよりこう強固される、強化されるような時には、剣が出るであろうと。はい、まあ、チョコレートを受け取ったことによって、ますますこう、はい、壁を強くしてしまうか、あるいは逆に、まあなんかそのね、さっき決め手となるものがちゃんとあるという意味で送ってるなら、それが効果が出るっていう考え方もあるけど、別に決め手となるものを送ってるわけじゃない。ただチョコレートを送ってきただけなら、今まで通りただブロックするだけってことだね。何も変わらない。まあむしろ、剣が出た場合には、まあ一番期待できない結果になるはずです。なので今回剣ではないので、そういう意味では多少期待はあるってことも言えるわけ、逆に言うと。じゃあ、ペンタクルス。ペンタクルスが出た場合、はい、ペンタクルスは物質を表すシンボルだけど、はい、まあ、こういう今回のバレンタインチョコレートを送ったっていう、はい、そういうケースにおいて、ペンタクルスだったら、はい、お礼にクッキーをお返しするとかね、はい、あるいはクッキーじゃなくてもなんかお礼に何か送るっていうような、そういう意味合いも当然ペンタクルスなら出てきます。いや、物を受け取って物で返すみたいな、はい、そういうものね、はい、うん。そういう形式、まあ、ある意味形式的なリアクション。さっきの棒であれば、はい、もうちょっと、まあ、ちゃんと、なんていうかな、そう、形式ではなく、ちゃんとした気持ちの表現として、あるいは、なんか、こう、受けたので返さなきゃいけないとか、そういう、うん、まあ、衝動的な気持ちを表す棒だけど、それとちょっと違う、はい、まあ、形式として、お返しをするとか。あるいは、形式、はい、まあ、今、こういう状況なら形式だろうっていうふうになるんだけど、もうちょっとね、はい、お互いの関係が、それなりにこう、継続していたりだとか、近い関係であれば、はい、お互いの信頼関係を自然にこうね、深めるきっかけにはなっただろうということで、はい、まあ、ペンタクルスが出た場合、本当はいい解釈はできるはずです。はい、だけど、まあ、今回はそのペンタクルスではない。はい。まあ、ここまでで言うと、おそらくペンタクルスが、まあ、1番か2番ぐらいに送って、その次、棒のカード、ワンドのカードは、まあ、かなり UFO のカードだけど、で、剣は、まあ、最悪なカードだと。じゃあ、カップはどこかっていうと、まあ、剣の上ぐらいだと思うけど、カップは、基本的には感情を表すシンボルです。なので、チョコレートを受け取ったことで、少なくとも、KH さんのことを思い出したりだとか、はい、多少気にかけるというような思いが出てきていると、はい、そういう意味でカップが出たということになります。なので、はい、まあチョコレートを送ったことでそれなりの、まあ、気持ちに変化を
もたらすぐらいの効果はあったと考えることができます。剣は効果がない。はいね、カップは多少効果がある。はい、でその上に棒があって、はい、実際に行動出てくる、行動として現れてくるのが棒だけど、行動として現れるところまでいかないのがカップです。なので、上から3番目ぐらいの順位になるわけね。はい、カップが出た場合ね。はい、ね。最終的に結果が出てくるのはペンタクルスなので、ペンタクルスは、まあ一番良さそうだなっていう判断になるけどね。だから今回は、それほどいい結果ではないけれども、まあ全く動いてないわけじゃないと。だからゼロではないってことだね、効果がね。そういう意味でカップが出たと。じゃあカップのエースっていう意味で見ても、まあエースだからどうこうっていう、それほど深い意味はないんだけれど。はい。まあ、思いは受け取っているだろうと。思いを受け取っている。はい、ただ、それを、彼の中で、はい、その、なんだろう、ちゃんと答えられるだけの、受け取り方をしているかどうかは別だと。はい、要は、はい、KH さんが、はい、どういう気持ちでこのチョコレートを送ってきたかっていうことぐらいは理解してくれたと。はい。はい。まあ、どういうふうに理解したかわかんないけど、まあ、そういうね、なんかこう、受け取るものは受け取ったと。はい、ただ、嬉しいかどうかはわからない、ね。嬉しいと思ってるかどうかはわからない。ただ、こうね、はい、あ、そういうふうに思ってるんだろうなと思ったと。はい。もしかしたらネガティブに受け取ってるかもしれない。まあ、そのもしかしたらっていうのは、むしろ裏付けがあって、逆位置に出ていたわけだよね。はい。ってことは、まあ、別に逆位置だから、必ずしも悪いっていうふうには、ね、解釈しなくてもいいんだけど、はい。まあ、今回の場合は、あまり好意的には解釈できない、どちらかというとね。チョコレートを送ってきたことで、まだこの人は、なんか、自分になんか、執着してるのかとか、多少ね、こう、めんどくさいなっていうような、ネガティブな印象が出てきてるんじゃないかっていうのは、なんとなく感じられる。だから、はい、まあ、思い出したくないことを思い出してしまったぐらいな、そんな感じだと思います。ね。だから、まあ、私の推測も多少入るけど、ネガティブな思いで思い出したというね、はい、まあ、思い出したくないことを思い出されてしまったなということで、まあ、はい、悪く言うと、ちょっと迷惑に思ってるぐらいだ、はい。そんな感じの占い結果。だから逆効果だね、結局ね。その、なるほどですね、思い出したくないことを思い出させられてね。うん、はい、送らない方がまだね、うん、こう気持ちは平穏でいられてね、はい、何事もなく過ごしていられたのに、こんな時に送ってきて、はい、ね、ちょっとあまりいい気分じゃないなっていうね。はい、そういう意味での気持ちが動いたってことになるよね。だから気持ちが、はい、ケイチさんの気持ちはわかるんだけど、それが、はい、嬉しいかというとそう嬉しくないってね。だから今回は逆位置で出てるんだろうなっていう占い結果だよね。はい。なので、はい、特に決め手となる一手があったわけじゃないなら、ただただチョコレートを送ったことの意味は、はい、あまりいい意味では捉えられていないんだろうなというのが今回の占い結果です。はいはい、なので、ね、チョコレート送ったぐらいで、ね、はい、自分のことを振り向いてもらえるなんて都合のいい話でね、そんなことありえないわけです。ね、はい、はい、うん、さっき、まあね、普段 お世話になっていてありがとうございますという感謝の気持ちを込めて送るみたいなことも多少言ったけど、今のバレンタイン の、ね、はい、そのチョコレートを送る気持ちってそのぐらいの気持ちがちょうどいいっていうかね、うん、はい、自分の気持ちの押し付けとして送るよりはありがとうございますっていう感謝の気持ちや、はい、そういうのを込めて送るっていうんだったら、まあ、すごくね、はい、気持ちのいいコミュニケーションというかね、はい、になるんだけど、はい、そうじゃなくても、はい、私の気持ちを受け取れよ、みたいなね、そういうちょっと押しつけがましい感じになると、相手はめんどくさくなっちゃう。だから、普段から、まあね、はい、そういうコミュニケーションがない、まあね、まあ、どっちかというとブロックされて嫌われてるって分かっている状態で、送る、はい。まあ、分かってんだからね、自分でもね。嫌われてるんだってことは。そうですね。ブロックされてる時点で嫌われてるっていうのは、意思表示してるわけだからね。そこで送るっていうのは。言葉がなくても嫌われて、あ、そうですよね。うん、バカだ、私。チョコレートを送りつけるっていうのは、迷惑行為以外の何者でもないわけです。だから、
まあ、逆効果になるのは当然の結果ではあるよね。はい。なので、はい、もうやっちゃったことは仕方がないけれども、少なくとも、同じようなことは今後やるべきじゃないし、はい、違うやり方でコミュニケーションを取らなきゃいけないね。はい、それを考えるのは今回の占い結果の一番大事な意味だと思うね。はい、何も考えもなしにね、ただただ自分の気持ちを押し付けるようなことをしても嫌われますよっていうことをこの方は教えてくれたわけ。はい、ね、はい。だったら、ちゃんとね、そうならないように、ね、はい、まずは、相手の心をね、開かせる、何らかの行動を取らなきゃいけないわけ。ブロックしてる状態をね、解除してもらって、はい、普通にコミュニケーションできる関係だよね。はい、そういうのを作っていく努力をしなきゃいけない。はい、今までそういうことをやってたつもりかもしれないけど、うまくいってないわけだよね。だからね、そう、うまくこうコミュニケーションできるようにするための、まあ、はい、前向きな行動を取っていかなきゃいけない。ね。はい。まあ、そういうことを今後の課題として考えていきましょうと。はい、ね、そういうふうに、はい、そういうことを考えるきっかけとして、この占い結果を受け止めてください。ね。はい。決していい結果ではないです。当然悪い結果です。はい。まあ、カード自体のイメージはすごくいいイメージだけど、見た感じね。幸せそうな、ハッピーなカードだけど、うん、でもこれをただハッピーと捉えるより、やっぱ逆位置に出たってことでね、そう、厳しく受け止めておいて、ね、はい、楽観視せず、うん、チョコレートを受け取ったことで、相手の心を乱してしまったと、申し訳ないなっていう気持ちぐらいね、なって、ね、むしろ、申し訳ないなと思って謝罪するぐらいのね、それぐらいの気持ちにならないと、ね、相手との関係もうまくいかないんじゃないかな。ね、そういうことをいろいろ考えてみてください。はい。はい。ありがとうございました。はい。以上ということになりますが、まあどうでしたか、はい、今の自分の感想としては。勉強になりました。うん。それだけ？あとは、自分の浅はかさをちゃんと認識できたのと。そうです。厳しい意見をちゃんと言ってもらえたのが、ありがたかったです、はい、なのでこういうことは自分一人で考えているとどん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 さっき言ったように妄想が膨らむだけなの で、ね、はい、そうですね、こうやって占ってもらうってね、はい、他人の話を聞くってことはすごく大事だし、はい、ね、はい、まあ、これはあくまで補助的なことであってね、もっと大事なことはちゃんと相手に向き合うってことだよね、はい、今までそれができていなかったわけだよね、はい、うん、はい、チャットだけでコミュニケーション取っていて勝手に頭の中で妄想を膨らませただけだからね、だから、はい、それをできるだけなくしていくために相手に向き合う努力を していく、ね、はい、コミュニケーションの工夫をしていくってことだよね、そういうことを少し考えていった方がいいと、もちろんコミュニケーションだけじゃなく、はい、自分の中の妄想が膨らみすぎてるなっていうのを自覚するだけでも変わってくるしね、要は そこは、ね、今までの失敗の原因の一つでもあるしね、はい、だから、まあ、うまくこうねちゃんとリアルなコミュニケーションは取れないとしても、はい、少なくともチャットでこう相手のことを思ってる状態っていうのは、はい、本当のことは見えてるわけじゃないってことに気づいてね、はい、これは妄想、はい、これは現実っていうのをちょっと切り分けていく作業をね頭の中でやった方がいいね、はい、それで、これは自分の中の要は漫画とかアニメの世界の妄想だと、それも別にね悪いことじゃないからね、それは創作意欲とかそういうエネルギーに変わっていくわけだから、そういうのも大事にするべきだし、むしろ否定すべきじゃないよ、はい、そういうことはね、創作活動やってるような人たちは特に大事なことなので、それも大事だけど、はいはい、ね、それはそれで現実は現実でちゃんと切り分けておかないとね、はい、まあそういうなんていうかな切り分けができない人っていうのは作品を作っても世の中に理解されづらかったりするわけだから、どっちみちね、あまりいいことじゃないからね。うん、世の中に、みんなにも理解できるような作品を生み出していくっていう意味でも、現実とね、その妄想の切り分けができるようにしておいた方がいいしね。はい。そういうことをちょっと考えてみてください。はい。では今日はここまでということにしておきます。はい。ありがとうございました。はい。どういたしまして。はい。失礼します。はい。はい、ということでした。まあ、ね、遊びと言いつつちゃんとやりますが、うん、まあ占いね、まあ
あんまりこう適当にやるとあまり良くないので、ちゃんとやるときにはこうやってね、ちゃんとやりましょうと、そういうことです。そういうことをちょっとね、デモンストレーションとして、私も伝えたいので、こういうことをね、回りくどいことをやっております。うん、なんていうか、まあ、今回に限らずだけど、ちょっとせっかちになってね、どうしても早く早くって 焦る気持ちが出ちゃったりするけど、そういうところが、さっきカットするような時にね、タイミングを間違ってしまう。ストップというところをはいと言ってしまったりとか、ね、早すぎてしまったり遅すぎてしまったり。なんかそうやってやってるうちに、結局普通より長くかかってしまったりとかね。だから、もうまさにせいてはことをし損じるって言ってね、こう焦ってしまうと、ね、肝心なことはできなくなってしまうみたいな、そういうこともあるので。占いっていうのは腰を据えて、のね、ゆっくりと落ち着いた気持ちで受け止めるようにしてもらえるといいと思います。他の占い師さんとか行くとね、どうしても電話とかだと時間が気になってしまって集中できないってことはすごく多いと思います。ね。自分ではこう集中しているつもりももう焦ってしまってね、早く結果、早く結果みたいなことを思ってしまったりするからね。そういうことにならないように、ね、ゆっくり、のんびりした気持ちで落ち着いてやってください。だから、ね、三つ準備するとか言ってね、深呼吸三回してくださいってめんどくさいことやったけど、それが実はものすごく大事なんだよね。落ち着くってことがね、うん、そういうことを意識しましょう。ね、占いするときには。はい。じゃあ今日はここまでということにしておきます。もう時間ないですが、あと10分ぐらいですが、一応ディスコード、セカンドライフ、両方で占い受け付けております。占いたい人は、こちらの方に来てください。では、今日はここまで。また遊びに来てください。さようなら。